配置転換の藤浪晋太郎へ監督、直球の制球を取り戻すこと、大谷翔平と再戦の可能性。アスレチックス藤浪晋太郎投手が、リリーフに配置転換されることになった。コッツェイ監督がエンゼルス戦の試合前、昨日藤浪とも話した。明日から彼はブルペンで準備する。ストライクを投げて、直球の制球を取り戻すこと。先発ローテーションに復帰できないというわけではないが、まずは短期間、そういう方針でやって、強化していくと、25日日本時間26日からブルペンで待機させることを明かした。こっから調子良くなっても今シーズンは先発無理なのかな。予告なしで藤浪が出てくるとか。中継ぎの藤浪エグかったよな、160キロ連発してた。阪神時代の焼き直しで草。ここでちょっと結果出して延命するのが藤浪という男や。なお本人はリリーフだと壊れそうと阪神から逃げた模様。こいつ手にするとポジらないといけない呪いにでもかかるんか。リリーフ藤浪、いけるやん。でもこんな制球力のやつがチパで使うのは怖すぎるし、本人も先発やらせろって言ってるし、先発に戻すか。炎上、これが黄金ルートやけどメジャーだとどうなるんやろな。本人がスイーパーにこだわりあるんか知らんけど、ファストボールの回転数が少ないのを生かしてツーシームとスプリットだけで投球を組むスタイルをやってみてほしい。中継ぎならワンチャンあるんちゃう。あのストレートあるんやからめったに打たれんやろ。アスレチックス賢いわ。藤浪に関しては過去にできたことをやれるだけでいいみたいな評価はやめた方がいい。本人がそう考えてるからダメなんだよ。もう実力は NPB ですら2軍なんやから、本人にもその認識でスタートさせるべき。まあもう無理だろうけど。メディアはやたら大谷対藤浪にこだわるけど全然立ち位置違うし、ライバルもクソもねえわ。すでに過去の人、強いて言うならチームがどっちもうんちなくらい。トラウトに当てる確率が高くなるな。当たっちゃったら乱闘になりそうだが大丈夫か。メジャーのボールはよっぽど滑るのか制球に苦しんでる印象やな。菊池みたいにリリーフから復活するかもしれんぞ。もともとないものは取り戻せない。こういう時にちゃっかりできちゃうのが藤浪だったりして。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。